はい、皆さんこんにちは、こんばんは、中本白秋です。それでは白秋ペン字 YouTube 大学初級編のご紹介をしましょう。今回は第11弾、ひらがなの和、れ、ねの正しい美しい書き方についてご紹介していきます。皆さん日頃お書きになられているひらがなの和とでの美しい書き方について解説をいたします。和という字はですね、多くの方が正しい書き方になっておりません。和とれの違いがご理解いただけないで和を書いているようですね。またこちらにご紹介のゴシック体、教科書体など歪んだデザインの影響を受けて活字と同じような和を書いている方が多くいらっしゃいます。今回正しく覚えていきましょう。和もれもですね、ついでにこちらの紹介のこのねっていう字もご紹介しますけど、それぞれ漢字はですね、和は平和の和が、平和の和っていう字の創始体から和ができてます。で、ひらがなのれはですね、れいのこの漢字から来てます。で、こちらはねですね、この漢字の草書体から今日のねができたんですね。こういう漢字の原型を考えますと、正しいひらがなの書き方がおのずと理解されると思いますけど、まず和から説明してみましょう。この和は現在ですね、楷書ではこうして、このまず伸び辺をこうちゃんと書いて、そして楷書では口をちっちゃくちょうど真ん中あたりに書きますね。この字が草書体になっていく経緯ですけども、伸び辺がこうなってこう書いて、で口こう書いてるわけですね。そしてもっと崩していきますと、こうなってこうですね。お分かりいただきました？そうするとここの上がり具合がこのあたりです。ここはこの口を書いてるわけですね。この口ですから、こういうふうに書くわけですね。ですから和をですね、こうしてこういう書くのが変でしょ。口こんな大きく書かないですね。もう一度和を書きますと、崩すと、のぎ辺の縦角は、ほんと崩すともうほんと縦棒一本になりますね。そしてのぎ辺こうして、でここからこう来て、はい、口まで続けて書いて、こうですね。そうして、今日のこの和ができたんですね。はい、和は、このぐらいしか上に上げません。ここの方が、これだけ下がってるんですね。ですから、こののぎ辺の真ん中でちょっと上ぐらい、上げてもですね、このぐらいまでですね。上げても、このぐらいまでです。もう一回書いてみますと、和はですね、こうして、こう。上げても、このぐらいが美しいんですね。これが和です。ですから、和をですね、このように書く人がいますよね。たくさんこういうふうに書いてる人。ほとんどの人はこういうふうに書いてますね。こういうふうに書いてますね。これはもう、罰ですよ。きっと、ここにご案内の、このゴシック体とか、教科書体の和を日頃、システム上でご覧になるために影響を受けて、このような和をお書きになるんだと思います。和はご覧のような和を書くようにいたしましょう。では、こうして、れの楷書はこれから来てるんですね。示す辺を書いて、で、こう、高いとこから書き始めてますね。ですから、この示す辺を崩すと、こうして、こうなりますね。で、トントントンって言って、で、こう。それが、だんだん崩すと、こうなって、こういうふうに書いてるんですね。ですから、今日のれは、こうして、ここよりも、うんと高いところ、うん、高いところまで上げて、ちょうどこの横線の右側の延長上ぐらいまで上げて、こうして。そして大体ここが、揃うぐらいのところで書くのが美しいですね。ですから、れはほとんどの人がちゃんと書けてるんですけども、れと和を混乱されて、和もですね、れに釣られて、こうは書く人がいますけど、これは罰で、和は、れのように上向いてあげないで、こうは書くのが正しいんですね。はい、次。ついでに、この、根も結構ぐーっと上向いてあげておきますね。ですから、和だけなんですね。根は、ご覧のようにですね、この根っていう、これ示す線は、先ほど説明しました。これでわかりますね。この根の部分はこうして、点打って、点打って、こう切って、こう切って、最後はですね、こうして、こういうふうに崩すんですね。それが、先ほどの根ですね。こう切って。これはこう切って、こう切って、こう切って。まあ、こういうふうに崩していって。最後はですね、
それがだん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 こうなこうなって、こう、そして今日のこの念になるんですね。ですから、でもここまでぐっと上げて構わないですね。この部分ですから、こうなってるわけですからね。和だけ、和だけですね。右はこの口ですから、口はこう、こういうふうにこうなっちゃうんですね。ですから和、そのことを考えるとこう切っていく、こうなったんですね。で、ここのところ下げて、このように書くことが大事です。最後に和をもう一度書いてますね。和だけ注意いただければいいんです。こうして真ん中にちょっと上あたり目立って、ひらがなの通を書くんですね。こういう書きましょう。これが和の美しい書き方です。そして、この例との使い分けをしていただければいいんですね。では、例とかねは、こうして、上まで、いっぱい上まで上げていく。こういう書きますね。以上、今回はですね、この和の、この和の書き方とねの書き方の違いについて解説しました。明日からですね、和は、こういう和を書けるように皆さんいたしましょう。ここに平安時代の仮名の最高峰のお手本と評価されている高野切れ第3種の和とレとネをご紹介しましょう。和をご覧ください。一画目の縦本に対して和の右側の文レネはですね、一画目の縦本に対してほとんど同じ高さから右側を書いてますね。このように和とレの違いを理解してください。以上、これで中本白書の YouTube 大学を終わります。